はい、こんにちは。塵も積もればマウンテンということわざありますが、まあ、小さなものでも、小さな努力でも、コツ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 積み上げていけば、やがて大きな成果となるということなんですけども、まあ、実際に今、日本ではゼロ金利と言われてますけども、実際にゼロなわけじゃなくて、普通預金だったら 0.001% ぐらいかな。金利つきますと。0.001% という本当に塵のような金利がつくんで、100万円預けて7万年待てば200万円になりますと。100万年待てば億万長者になりますと。いうふうに、まあ実際に山になるんですけども、でも実は数学の世界では、塵が積もっても山にならない例が、まあ多々ありますよね。まあこのように。どんどん小さくなるものを足していくと、無限に大きくならずに、まあ収束しちゃう話が多いと。まあただ無限になっていくものもありますよね。1たす2分の1たす3分の1たす4分の1たす5分の1たすっていうふうに、分母が1ずつ大きくなっていく、まあどんどん小さなものを足していくもの。これ実は無限に発散します。塵が積もってちゃんと山になります。これなぜ無限に発散するかっていうのは、こう、2のべき乗個ずつ組にしていくとわかるんですけども、これって3分の1は4分の1よりもでかいですよね。で、4分の1と4分の1は等しいと。で、これとこれ足すと2分の1になると。で、次はこの4個。この4個組。これ5分の1は8分の1よりもでかいと。6分の1も8分の1よりもでかい。7分の1も8分の1よりもでかい。で、8分の1と8分の1は等しいと。そうするとこれ合わせて2分の1になると。いうふうに、これっていうのは、これよりもでかいですよね。で、こっち側っていうのは、2分の1。2分の1っていうほんのわずかでも、それは無限に足しゃ無限になりますと。ということで、無限になっていくものよりも、さらにちょっとでかいんだから、これも無限になるんですけど、実際にこれって、n 分の1とした時の n が100までいってもやっと5とか、1000までいってやっといくつ7ぐらいとか、すごくでかくなっていくスピードは遅いですけども、まあ塵が積もって山になる例もあります。でも、これ似たような話で、分母が1ずつでかくなっていっても、それが平方だと、平方されちゃうと、これは無限にはならずに、まあ動画にもしてます、オイラーが出題から91年経って解決したバーゼル問題という方で、これが6分の π2 乗っていう不思議な値に収束します。で、まあ最近の電卓は安いものでも、もうお利口だからこのように、こんなのも計算してくれるし、この指数が偶数だと π を使った式で、収束値がわかるんですけども、これがまあ不思議なことで、奇数だと、奇数乗分の1だともちろんこれよりもちっちゃいんだから、収束はするし、収束はするし、大体どれぐらいの値かはもちろんわかるんですけども、このようなスッキリとした値で求めることは今のところまだできてない。未解決問題ですね。奇数乗の場合は。そんなのもこんな風に計算してくれますと。で、話は、じゃあこれはというと、これなんかは、まあ、どんどんちっちゃくなっていくもので、やはり無限に発散することはなく、塵が積もって山にならずに収束しちゃいますと。で、最初でも、こう、ちっちゃなものをどんどん足していっても、ある値に収まっちゃうっていうのをすごく、初めて知った時はなんか違和感を感じるんじゃないですかと。やっぱり、銀行金利が 0.001% でも、まあ、100万年という高等無形な、未来でも、になれば、それは億万長者になる。だから、塵が積もれば山になりそうだけども、ならないっていうのを一目で分かる方法として、まあ、この場合が今、この後、絵で説明するんですけども、もっと簡単な、1たす2分の1たす、2の2乗分の1たす、2の3乗分の1たす、っていう2の n 乗分の1の場合は、まあ、一目で、ああ、やっぱり確かに無限にはならないねっていうのが分かります。これ2の長方、面積2の長方形。半分にすれば1。これですね、これ。で、こっち側の1の半分の2分の1。
で、2分の1の半分の4分の1。で、4分の1の半分の8分の1っていうふうに、どんどん半分を足していっても、この2という長方形からはみ出ることはありませんね。ってことは、これは2に収束しますね、という話です。の、この一目でわかるバージョンの4分の1バージョン。これ、あ、4分の1でも同じような話ができるんだと思って、感心したんで、今日紹介いたします。というのが、この絵ですね。これは面積1の正方形を4等分したら、これ1個が面積4分の1。4分の1。4分の1と。これですね。1個、どれか1色だけに注目して、じゃ例えば緑だけに注目すると、4分の1。で、次、これ、4分の1の面積を4等分したものだから、これ1個が16分の1。4の2乗分の1と。で、まあ、これらももちろん同じ。4の2乗分の1。4の2乗分の1と。いうふうに、この1っていう正方形は、このように4分の1の、べき乗分の1ずつに分けていくと、この3色で綺麗に3等分されますねと。だから緑はこれ全体1っていう面積の3分の1だし、赤ももちろん3分の1だし、青も3分の1と。いうことでこれは N が無限になれば3分の1に収束するっていうのが、まあ、目で見てわかりますよという話ですね。で、まあもちろんちゃんと計算するならば、まあ単なる等比数列なんで、等比数列の和の公式を使えばいいだけなんですけども、等比数列の和の公式、まあもちろん覚えちゃってそのまま使えば、それはそれで別に文句はないんですけども、まあ私なんかいちいちついその場で出しちゃいたくなるっていうのは、1-x の n 乗っていう式の因数分解を、まあこれしょっちゅう使うんで、まあ、もちろん反対の方が場合でもいいんですけども、もちろん n 乗分の1と。これ1-x かっこ、1たす x たす x2 乗たす x の n-1 乗ですか。っていう、まあ、この中身がこれそもそも公比 x の等比数列の和になってるよというのを思い浮かべると、まあ、これなんかも、これを s として、で、まあ、じゃあ一旦、4分の1でくると、これと同じような話になって見やすくなるんで、公比でくくってあげると、1たす4分の1たす4の2乗分の1たす4の n-1 乗分の1と。じゃあこれ、この格好を思い浮かべるために、この場合だったら、1-4分の1をかけてあげるんで、こっちももちろん、1-4分の1、すなわち4分の3をかけてあげると。1-4分の1をかけてあげると。そうするとこっち側が4分の1、この因数分解を利用して、1-4分の1の n 乗と。まあそしたら s は、両辺を3分の4倍すればいいんで、3分の4をかけてあげると4が消えて、3分の1括弧1引く、でまあ4の n 乗分の1と。で、n が無限になれば、当然、これ0になっちゃうんで、3分の1に収束しますよという話でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。